No.1、ワイト・スズキ・リク。No.2、ブラック・今藤康弘。No.3、レッド・藤井翔吾。No.4、ブルー・木村湊。No.5、イエロー・砂川雄太。And No.6、グリーン・黒沢誠二。さあこの緊張のスタート前の選手の表情、ポーズなんかにもご注目ください。黒沢選手ありがとうございます。さあ不動の砂川選手、さあそれでは皆さん選手に大きな大きなパワーを送りましょう。 Let's go! Alright everybody, let's clap your hands together with PSD!Let's do this everybody! On your mark, set! Round 7, 第4レース準決勝 A、 今スタートしました。それでは出走ポジションごとにペーサーレーサーご紹介していきましょう。まずはペーサーの後ろ先頭スタートしたのは No.6 グリーン黒沢誠二、続いて No.5 イエロー砂川雄太、3番手は No.2 ブラック今藤康弘、4番手スタート No.4 ブルー木村湊斗、注目ランキング1位の選手。その後ろ No.1 ホワイト鈴木陸、そして最高峰スタートしたのは No.3 レッド藤井翔吾。最上の6名の選手でスタートしました準決勝 A。 さあ泣いても笑ってもここから2名のみが決勝へと駒を進めることができます。さあどういったレース展開が待ち受けているか、残り4周回のドラマに注目です。さあここで大きく木村湊が最高峰へと移動した。おっとこれはむしろ藤井翔吾の後ろにぴったりとついたという形。さあ藤井翔吾も少しずつ上がってきた。今ここでペダルオン、さあペダルオンと同時に一気に上がってきたは藤井翔吾。さあ2列となった6名の選手、藤井率いるトレインは藤井翔吾。おっと木村湊が先頭一気にダッシュ、さらに鈴木陸が上がってきた。さあ1列となった6名の選手、先頭鈴木陸、その後ろに木村湊、そして藤井翔吾と続いている。さあ1列のままジャンがなって、ここでファイナルラップ、最終周回前線と鈴木陸逃げ切ることができるか。ぴったりと木村湊と外から木村湊仕掛けてきた。21歳若手実力ナンバーワンの木村湊、このままフィニッシュ。うまい、強い、速い木村湊。さあもう先頭入れ替わり立ち替わりの目まぐるしい準決勝へ第4レースとなりました。さあこの第3コーナーで先頭木村湊が鈴木リックの外から一気に駆け上がり、爆発力、この足を使っての巧みな仕掛けのタイミングで最初に通過していきました。ついで2位が2番手藤井翔吾でしょうか。さあ上からの映像です。1位ナンバー4ブルー木村湊選手、2位ナンバー3レッド藤井翔吾選手、3位ナンバー6グリーン黒沢誠二選手。3連勝での決勝進出、またこの場に戻ってまいりました。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ今回のレースもうラスト見事な仕掛けで先頭に躍り出ましたが、狙いはありましたか？とりあえず4番手からのスタートだったんですけど、
ちょっとこの位置だと勝負しづらいなと思ったので、そこはもうしょうがないと割り切って後ろ下がってからの組み立てにしました。いや、もう素晴らしいレース展開見せていただきました。さあ今回決勝ではもう一度藤井選手と V3 をかけて戦います。意気込みはいかがですか？いや、もう決勝当然強敵揃いになると思うので、そこでもしっかり負けないように頑張って走りたいと思います。応援しております。さあそして最後に多くの木村湊人ファンの皆さんへ向けて一言メッセージをお願いします。全国何人いるかわからない木村湊人ファンの皆さん、こんにちは。以降もしっかり頑張って優勝目指します。応援よろしくお願いします。もちろんたくさんいらっしゃいます。皆さん大きな拍手をお送りください。木村湊人選手おめでとうございます。Congratulations!